もう起きていたのか。電話をしていただけだ。お前はもう少し眠った方がいい。朝までまだ時間がある。今夜は体をゆっくり休めてくれ。どうした？どこかにぶつけたのか？あざを見せてくれ。印が色づく頃、またここに。印が色づく頃、またここにおいで。いや、そんなバカな。生遺物についてエミリオは俺たち以上に詳しい知識を持っているようだった。助言には従うべきかもしれない。うん、そうか。わかった。パルチェでのことは、すでに聞き及んでる。そっちも随分大変そうだが。ああ。時が来たってことだろ？備えはできてる。ビスコンティも動くさ。そっちこそ、勝手にくたばるなよ。意外そうだな。俺の目を逃れながらこの町を歩けるとでも思っていたのか？あまりネズミを侮るな。足元を救われる。お前一人で来たのか？
さすがに気づいたか。俺の部下はすでにお前たちを取り囲んでいる。だが安心しろ。俺が指示を出さない限り、あいつらが勝手に動くことはない。俺たちをすぐ殺すつもりはないと。久しぶりの再会だ。挨拶くらいせねばな。言葉遊びは邪魔が入ると興がそがれる。お前の目的は何だ？どうして今俺たちの前に現れた？簡単に答えを教えては言葉遊びにならん。一つ試験をしよう。その答えはお前たちが推測してみろ。俺は何を目的とし、なぜ現れたと思う？ラオ州の狙いはブルローネそのもの。ファルツォーネが持っていた既得権益の全てを欲している。俺たちの立場になり変わるため、ファルツォーネをブルローネの守り人として認めない強国内の一派を後ろ盾にした。それだけでは50点だな。お前は奇跡の恩恵に預かりたいと言った。だが生遺物の起こす奇跡を信じているとは到底思えない。それは正解だ。俺は信心深いこの国の人間とは違う。神など信じていないし、神の起こす奇跡とやらにも興味はない。この地に隠されている生遺物など俺にとってはただの朽ちた遺骸に過ぎ。もっとも一体どれほどの値をつけてくれるか楽しみではある。この地に存在する遺骸は強国にとってあってはならないものだからな。この地にあるものが何か知らんようだな。女に教えていないのか？彼女が知る必要はない。教会育ちのその女をおもんばかってか？お前が言わないのなら俺が教えてやる。教国が一体何を隠しているのかを。やめろヤン、余計なことをするな。この地にあるのは存在しないはずのかのものの遺骸だ。お前も知っているはずだ。神の子は処刑され葬られた後、3日目に復活した。その後の40日を弟子たちと過ごし天に上げられた。だからこの地上に遺体は残っていない。そうだな。だが現実には違う。天に昇ったなど後世の作り話だ。遺骸は聖地からここブルローネへと運ばれた。そこにいるダンテ・ファルツォーネの祖先の手によって。そうだな、ファルツォーネ。そうだ、ファルツォーネはこの地に遺骸を持ち込み墓を築いて埋葬した。教国は後年になって
奴らにとって看過できない代物がこの地に運ばれたことに気づいた。何せかの者の遺骸が存在するという事実は神の子がただの人だったという証明。教国は信仰ゆえに自らの首を絞めた。証拠、意外を滅するのではなく隠すことにしたわけだ。そのためにムルローネ周辺を教国領とし、墓の封印が守られるよう墓守の一族に協力することにした。後ろ盾を得た一族はこの地と墓を守るため時代ごとに姿を変え、この町に君臨し続けた。お前が語ったのはあくまで過去の話だ。教国はもう墓守の一族を必要としていない。時代は移ろうとはいえ、お前たちは犯罪組織になり下がったからな。必要なことだ。歴史の中でブルローネは豊かな都市国家に発展した。町の秩序を保つためには時の政府、時代ごとの支配者に対抗する力が必要不可欠だった。言い訳か？いかに正当な理由があろうと、教国がそう思わなければ無意味だろう。当然、犯罪組織の後ろ盾になっていることをお気に召さない者も教国内には出てきた。だからファルツォーネの代わりにラオシュを、その人間の頭の中を覗いてみたいな。ああ、愉快な話だ。犯罪組織を潰すために犯罪組織を支援する聖職者がいるのだから、ファルツォーネに個人的な恨みでもあるのか、それとも他に何か目論みがあって俺たちを利用しようというのか。あの男の考えに大した価値はないな。ラオシオにとっても俺にとってもどうでもいい。この地に来て5年、お前たちと戯れるのも教国の言いなりに動いてみせるのも暇つぶしにはなったが、いささか飽きた。この地に執着はない。ヤン、お前は以前言ったはずだ。俺たちに死なれては目的が果たせないと。俺と彼女を殺せば墓を暴く手段は失われる。お前は何も手にできない。確かに、教国からもお前たち二人は決して殺すなと言われている。だが実のところ俺は教国の人間が嫌いでな。ネズミの数も減った。ファルツォーネファミリーを瓦解させたところで、教国が次にラオシューを潰しにかかるのは明白だ。であれば、最後に嫌がらせをしておこう。どちらから殺されたい？最後の望みなら聞いてやらんでもないが。八つ当たりに付き合っている暇はない。死ぬのはお前だヤン。Thank you.
デタラメな男だな、お前は。あいにく急流城塞育ちでな、お坊ちゃんほど繊細ではない。命拾いしたな、ファルツオーネ。だがその傷で次は避けられまい。死ね。使徒の役目は鍵の乙女を守ること。いいだろう、お前とは遊んでみたいと常々思っていた。問題ない、まだ戦える。もっと俺を楽しませろ、オルロック。最後まで手を抜くなよ。すぐに終わらせる。どう出る？しまっ。逃げて、あなただけでも。
つまらん。かっ！あっ！楽しい遊びの最中だというのに、他に気を向けるか。つまらんな。全くもって興ざめだ。お前には期待していたのだが。俺が女を狙うとは思いもしなかったか？戦慄に過ぎる。力を貸してほしい。いい加減にしろやん。すでに息はない。それ以上は死者への冒涜だ。ああ、もう死んでいたか。まったくもって人間は壊れやすいな。俺の退屈を紛らわす役にも立たん。お前はどうだ、ファルツォーネ。もっと俺を楽しませてくれるか。お前も俺を退屈させるのか。これではすぐに終わってしまうな。足りんな。渇望しろ、ワルツオーネ。でなければ俺を殺すことなどできん。だがこれで終わりだ。お前は死ぬ。望んだ女も町も守りきれずね。ふっ、はっ、はっはっは。温室育ちのお坊ちゃんかと思っていたが、楽しませてくれる。だが、まだ足りん。もっと、もっとだ。いいや、終わりだ。
よくやった。それから、すまなかった。ああ、そうだな。ヤンが死んだなんて信じらんねえな。せめてお前の首はいただいて帰るぜ、ファルツォーネ。ヤンの仇だ。そう焦るな。お前らの相手はこの俺だ。説明は後だ、シニョリーナ。君も手伝って、せめて雨をしのごう。ダンテの止血をしてあげて、僕は外でギルバートたちに加勢してくる。もし生きて町に戻れたら全部話すよ。だからお願いだ、リリアナ。僕たちが戻るまでどうかダンテを死なせないで。
ああ、不思議と少し楽になった。お前がそばにいるからか。大変そうだね。元気だったかい？今の俺が元気そうに見えたか？罪のない挨拶のつもりだったけれど、確かに愚問だね。気分を害したのなら謝るよ。それは答えても意味がない質問だよ。君たちには価値のない情報だ。だとしたら何の用だ、エミリオ。お前は何のためにここへ来た？言っただろ。印が色づく頃、またここにおいで。僕は君たちのことを待っていたんだよ。君たちだってそれを覚えていたからここに来たんじゃないのかな。印というのはやはり彼女のあざのことだったのか。その通り。そして彼女の印が色づいたということは、君が紛れもなくファルツォーネの正当な後継者であることも示している。聖遺物の封印を解くために必要なのは、ファルツォーネの血を持つ者と鍵の乙女の存在。君たちはそう思っていたようだけれど、実はそれだけでは足りないんだ。セキュリティは二重になっているんだよ。ここに眠っているのはそれほどまでに大切なものだからね。ファルツォーネの正当な後継者と鍵の乙女が結ばれた時、乙女の印は濃く色づき、初めて君たちは封印を解く資格を得た。ヨタ話だな。否定しても彼女の印は色づいているよ。心当たりもあるだろう。祭壇の聖水盤は独り手に満ちた。これもまた君たちの血が資格を得た証。聖水盤は秘跡を行うのに欠かせないもの。これで君たちは聖遺物の封印を解ける。おめでとう、ダンテ。聖遺物は君のものだよ。それを手にして教国と取引をするといい。もっともファルツォーネの脅威はほとんど全て取り除かれているけれどね。ラオ州の首領はすでに死んだ。表の残党もギルバート・レッドフォードたちによって間もなく肩がつくだろう。そうそう、ラオ州に加担していた教国の一派も直に処分されることに決まったよ。うん、それができればよかったんだけれど、簡単なことではなくてね。教国の中にも政治というものがあるんだ。今回の件について言えば、僕たちはしばらく事態を静観するしかなかった。僕だって
心苦しくは思っていたんだよ。峡谷の聖職者の中でも伝承を知る者は少ない。時代が移り変わるにつれ、知っていても信じないものさえ出てきた。何せファルツォーネが墓守になってから2000年近くも経つわけだからね。峡谷がファルツォーネの後ろ盾である必要性を改めて問う意味でも静観が必要だったんだ。ファルツォーネは正当な墓守であり、この地の支配者であると再び示された。聖水盤に満ちた水は何よりの証だ。傷は楽になったよね、ダンテ。それこそ聖遺物がもたらす奇跡の力だ。ファルツォーネの正当性が再び峡谷に認められたのであれば、わざわざ俺が聖遺物を手にして一族の権威を証明する必要はないはずだ。君、マフィアのカポにしては純粋すぎるよ。峡谷が再び裏切るとは思わないのかい？その可能性はない。俺たちはすでに聖遺物の封印を解く方法を知っている。俺たちを裏切れば峡谷は聖遺物を、真実を危険にさらすことになる。峡谷はそこまでバカじゃないだろう。だからあれを今すぐ手にする必要はない。正論だね。そもそも今回のようなことは滅多に起こるものじゃないし、少なくとも君が生きて君の子孫に正しい継承を続けていく限りは安泰だと思っていい。今回の件はね、ダンテへの継承が正しく行われなかったことが原因の一つなんだ。ダンテは何のことか分かったようだね。そう、君の父、先代ファルツォーネ当主シルビオ・ファルツォーネは志半ばにして暗殺されてしまった。だから君は聖遺物の伝承について不完全な知識しか持ち得なかったんだ。ああ、伝承の全てを教えられるのは俺がカポになるその日のはずだった。ファルツォーネを快く思わない者にとってそれは格好の隙になったわけだ。本来そういった事態が起きないように動くのも使徒の役目なんだけど、今回の使徒オルロックもまた少しイレギュラーな立場だったからね。教会が特殊な訓練を積ませた戦士といえば君たちにもわかりやすいかな。オルロックはこの地で鍵の乙女を見守り、君たちもしくは聖遺物に問題が生じれば峡谷に報告する役目を負っていた。そして先ほども言ったように、本来であればダンテに対して彼の父が伝え損ねた情報の全てを与えることも使徒の務めだった。そう、不運に不運が重なってしまった。オルロックを管轄していた人間こそ今回峡谷内で反ファルツォーネを強く標榜した人物だったんだ。言葉だけではない謝罪が必要だな。
ずいぶん調子が戻ったね。それだけ話せればもう大丈夫だろう。表の掃除もそろそろ終わりそうだ。僕は今のうちにおいとましようかな。ブルローネは何も変わらない。いや、ラオ州がなくなったわけだから多少は変わるのかな。どちらにせよ人の営みに大差はない。君が心配するようなことはないよ。いいよ。ただし質問はこれが最後だ。僕は僕はファルツォーネの先祖がこの地に墓を築いた時、手を貸した者の末裔だ。ファルツォーネはこの地で聖遺物を守護し、僕たちは峡谷内部から聖遺物を見守る役目を負っている。その話、父から聞いたことがある。代々峡谷にはファルツォーネと協力関係にある一族が存在すると。僕たちはあくまで見守ることが役割だ。本当はこんな風に自ら介入することを良しとされていない立場にあるけど、今回は峡谷にも責任があるからね。見ていられなくて首を突っ込んでしまった。できれば僕の存在は秘匿しておいてくれるとありがたい。じゃあ話はここで終わり。じゃあね、二人とも。僕はいつも君たちの星を見守っているよ。ダンテ、ネズミの駆除は終わったぜ。ゆっくり休めたか、ダンテ。しかし上等なコートも台無しだな。どうしてそんな血まみれにしたんだ。お前がもっと早く駆けつけていれば、俺のコートは助かったはずだ。ダンテ、よかった。君が生きていて。よくない。ニコラ、お前にはきっちり説明してもらうからな。積もる話もあるだろうが。まずは医者だろう。お前の傷、ひどいもんだぜ、ダンテ。しかし。いいや、続きはまた日を改めてからだ。俺だって話しておきたいこともある。カポ、なんで起きてるんです？まだおとなしく寝てなくちゃダメですよ。いい、横になっていると体が鈍る。いや、全然良くないですって。あなたからも言ってください。
あの取引で俺はお前の身柄の代わりにファミリーの利権を差し出すと言った。しかしギルバートは俺の申し出を拒否して、その上で条件をつけてきた。もしディスコンティにまで火の粉が降りかかるような事態になった時、ラオシュを倒すために二組織は手を組む、その協定を結びたいと。ラオシュ台頭以前、このブルローネの町はファルツォーネとビスコンティにより二分されていた。もともとファルツォーネから離反した組織とはいえ、ディスコンティと我々はうまく共存できていた。ディスコンティが単独でラオシュを潰すより、ファルツォーネの動きに便乗した方がかかる労力は少ないからな。それにファルツォーネの利権を跳ねのけた時点で予想はできたことだが、あの男はブルローネを手に入れることに興味がないらしい。自分はブルローネに収まる器ではない。だからこの町の既得権益など必要ないそうだ。あの男は早死にするな。あの会合以降、俺たちの情報と行動はある程度ギルバートに共有していた。もちろん全てを話したわけじゃない。あくまで差し支えのない範囲で、だが。リリー、ダンテ、砂糖の過剰摂取は健康に悪いよ。君は怪我人なんだから、こんな時くらい節制してもいいんじゃない？あ、ニコロさん、お帰りなさい。君をヴィスコンティに差し出すことで、僕は全てを解決したかったんだ。それと、君に心から謝罪したい。君に対して優しくない態度をとってしまったことも、僕は意図的に君を傷つけ追い込むような言葉を選んだ。鍵の乙女はファルツォーネの当主であるダンテをさらに危険にさらしてしまう存在だと思ったから。君が悪いわけじゃないのは分かっていたのに、僕はあえてひどいことをした。君だって運命に翻弄された側なのにね。リリアーナ、ところでジュリアは今キッチンにいる？
じゃあ何かお願いしてこようかな。もうお腹がペコペコなんだ。うん、だってビスコンティの料理は僕の好みに合わないんだよね。じゃあ俺も一緒に行きますよ。さっきから実は小腹が空いちゃって。あ、そうだ、レジーナ商店のおばさんがレオに顔を出してほしいって言っていたよ。レジーナの？少し前に態度の悪い客を追っ払ってあげたからかな。ラオ州の残した負の遺産はまだ残っているが、少しずつ改善に向かうだろう。お前は本当に優しいな。教会に帰るか。遺跡から帰ってきて、ずっと俺の看病をしてくれたことには感謝している。だが、脅威がなくなった今、本当はもう教会に帰りたいんじゃないかと。そうか。俺の傷もかなり癒えている。もう大丈夫だ。だからお前はもう教会に。嘘じゃない。あれは俺の本心だ。それは、もしかしたらお前は、そう望んでいたんじゃないかと。もともと、お前がファルツォーネに来たのは、自ら望んでのことじゃない。あれは不可抗力だ。誰だって、自分の生まれ育った環境をそう簡単には捨てられないだろう。お前が教会に帰ったからといって、俺の気持ちが変わるわけじゃない。もうこれ以上、お前のことを無理に縛り付けたくなかったんだ。悪かった。お前がどう思っているのか。ちゃんと尋ねるべきだった。はっきり言葉にされることを恐れて、勝手に答えを出そうとした。リリー、お前の望みを教えてくれ。教会に帰りたいか、それとも。俺はマフィアのカポだ。今回は何とか生き残ったが、次はどうなるかわからない。お前を危険にさらすことだってあるかもしれない。
それでも俺と一緒にいてくれるか。わかった。改めて教会に行く必要ができたな。ソフィアにいろいろと話さなければ。当然だ。シスターソフィアはお前の親のようなものだろ。改めて挨拶したい。これからのこと、俺たちのことをきちんと話そう。一体何があったというんです？答えてください、エミリオ。突然ロズベルグ卿を処分するなんて、なぜあんなに敬虔な方を。あなたには説明責任があるでしょう。黙っていないで、きちんと話してください。彼らの地位では生物について知らされない。だから彼らには何も教えられることがない。まったく、権力も政治も面倒なだけだ。今夜の星は。あの子たちは勘違いしているかもしれないけれど、とはいえ星は気まぐれだ。ちょっとしたことでその巡りは大きく移ろってしまう。けれど、真なる生物の鍵が対の男女だなんて面白いよね。銀の光と金の光か。まさにあの二人こそ生物に触れるにふさわしい人間だった。長生きはしてみるものだね。シニョーレ・ファルツォーネ、どうかこの子のことをお願いします。お姉ちゃん、もう帰ってこないの？そんな。いつ帰ってくるのかなって、僕たち楽しみにしてたのに。いくらファルツォーネのカポだって、お姉ちゃんを泣かせたら許せないからな。ああ、お前がしたいように過ごすといい。ファルツォーネファミリーとしても
今まで以上に教会の活動へ協力していこう。お姉ちゃんが教会に来れるならまあいいと思うけど。リリー、あなたは小さな子供の頃からとても聞き分けがいい子でした。そのあなたがこうして自ら望むものを見つけてくれたのですから、私はそんなあなたの願いをとても嬉しく思います。心から祝福しますよ。私も。私も二人のことを祝福するわ。だって今のあなたはとっても輝いているんだもの。本当に大切なものを見つけたんだって伝わってくる。だから本当はやっぱり寂しいけど、会えなくなるわけじゃないなら、私あなたを笑って送り出すわ。いや、いい。少し疲れたが、彼らもお前の家族だからな。
どうして笑うんだ。屋敷に戻る前に聖堂へ寄ろう。構わないか？リリアーナ・アドルナート、どうか聞いてほしい。お前のことを初めはただ使命として守らなければならないと思っていた。ただそれだけなのだと。それ以上の特別な感情はそこにはないと。だがお前と同じ時間を過ごすうちに、俺自身も俺の心も少しずつ変わり始めた。遠くから見つめているだけでは決してわからなかったことをお前は教えてくれた。お前と接すると俺はいつも振り回されて冷徹なカポではいられなくなる。最初はもちろん戸惑った。だが不思議と今はそれも悪くないと思っている。笑顔を見るたびもっと笑ってほしくなる。お前を幸せにしたいと心から願う。リリー、どうかこれからもお前の心を、その思いを俺に与えてくれ。愛している。ずっと俺のそばにいてほしい。愛している、リリー。心から。